こんにちは、シボドです。今回はエドワーズのレスポールタイプのレビューになります。このエドワーズのレスポールタイプなんですけれども、巷でコスパが最強なんじゃないかという説がございまして、というのもですね、ギブソンと比較された動画がですねいくつも上がってるんですけれど、本家ギブソンのサウンドにですね負けず劣らずな音が鳴っていると、かなりコスパがいいじゃないかというふうに話題になっているんですよね。どういったところがコスパ最強説につながっていったかというのをですね、スペックだったりサウンドだったりでご紹介させていただきたいと思います。こちらのレスポールタイプなんですけれども、型番に125とある通り定価は12万5000円、エドワーズのレスポールの中では最上位になるんじゃないかと思います。特徴としてはご覧いただいた通りですね、このゴールドトップが非常に美しいと、そしてダンカンのピックアップが2つ乗っておりまして、ネックが SH1 号級ですね、そしてリアが JB、 これもねコスパが最強と言われるゆえんの一つです。で、本家レスポールと同じくマホガニーバックのメイプルトップで、指板はローズウッドで22フレット、ネックもマホガニーになっておりまして、2017年製の近年のレスポールなんで近代的なシェイプですね、若干テイパー気味、非常に握りやすいですね形状になっております。そして金物系ですね、ペグはですねかなりヴィンテージな感じを模様した五島のものが乗っかっております。こちら側のこの頭の部分見てみてください、フラットになってるんですけれど、これもねヴィンテージに寄せたこだわりだそうです。そしてブリッジサドルも五島製、この辺の金物はですねナビゲーターについているブリッジやサドル、そしてペグと同じものを使用していると、これもコスパ最強と言われるゆえんの一つだと思います。そしてなんといってもメイドインジャパンなんですよ、国産ですよ、国産でこの上質なレスポールタイプを定価が12万5000円、今千葉管楽器では中古で7万7000円で売っているので、かなり本家のギブソンと比べるとお安く手に入れることができます。鳴らした感じの印象としては若さがあってね、結構キラキラしてる感じです。これから年月が経つとまた変わってくるんじゃないかと。それでは音鳴らしていきたいと思います。Thank you.